アップダーマダウンはフィリピン人ロックバンドである。2006年にフラグメンテッド、2008年にはバイポーラーの2枚のアルバムを独立系レコードレーベルであるテルノレコーディングスからリリースしており、2010年には3枚目のアルバムを発売することが期待され、2011年にアルバムキャパシティーズがリリースされている。BBC テレビのプロデューサーであるマーク・コールは来た。 アメリカ沿岸地域においてクロスオーバーの影響が最も強いアジア人バンドであると語りカナダのアーケードファイやイギリスのブロックパーティーなどと共にその地域で活躍するバンドとして番組内で紹介しているその独創的な音楽は地元フィリピンで最も際立ったバンドであり2007年7月号のタイム誌において特集記事が組まれている また彼らは、ブルーナイルのポール・ブ・キャナン、ノーマンのティム・ボネースなどからもその才能を高く評価、されている。2005年には、地元フィリピンのラジオ曲、ニュー107のロックアワードで優勝。2006年には、ベストニューアーティスト、ベスト女性ボーカリスト、キーボードリストを受賞。2008年にはフィリピン音楽専門チャンネルである。 ミックスにおいて、最も好きなインディーズバンド賞を受賞している。ありがとうございます。